虫を放してちょうど13年目になりますと、萩祭りに集まる皆さんに秋の音色を聞かせてあげたいなと。おお、すごいすごいすごい。やっぱ広いとこに出るからね。こっちこっち。わあ、後ろにもいっぱい置けないよ。今度からお外に住むんだもんだって。もう帰ってこないから。帰ってきたら？帰ってこないからもう。はい、お母さんと。はい、分かった。これ分かった。見てみて。鳴き声が綺麗で、じっくり見るのも初めてでした。